どうもこんにちは、ゆくちかです。今日も栄冠内やっていきたいと思います。もうごめん、赤マス止まるしかねえんだ。徳田使いたくないの、ごめん。誰これ、今泉くん、どうしよう。スカートになればならんかな。そんな感じで今回オフシーズンどんどん進めていきたいと思います。11月の練習指示はカットします。よし、文化祭でございます。占い師あたりになんか性格でも変えてもらえないかな。ちょっと期待してし、占い師も止まりましょう。止まれそうならね。うん、無理、止まれない。赤松はそんなに止まるべきじゃないもんね。無理して占い師止まるぐらいだったら、そのままどんどん先進んでいった方がいいと思う。あそこの星も止まりましょう。なんか、1がめっちゃ多いんだよね。お、新入生スカウト来ました。新入生スカウト行きます。お、ちょっといけるようになってるね。どこがいいんだろう、これ。バランス、投手、バランス、一芸。なんだろう、これ、一芸あたりでも行ってみる？ちょっと一芸気になるわ。はい、全国大会出場。天性のヒットメーカー。非天性のヒットメーカー。天性のホームランバッター。ここ、天性のヒットメーカーって確かアベレージヒッターだよね。で、天性のホームランバッターが、あれだよね。パーヒだよね。早川くんいきます。もうしつこく早川くんいきましょう。まあまあだったらもう一回いきましょう、後で。で、3で止まって、星で止まって、いきましょう。確定させたいね。皆さん、高校野球だけではなく、プロ野球の方も興味ありますか？私、ホークスの大ファンなんですけど、もうなんか、まあ、結局前回の動画が続いて撮ってるんで、前回のテンションなんですけど、とりあえず新入生スカートいきます。島根で確定させます、あの選手。はい、天性のヒットメーカー。早川くん、一緒に野球しようぜ。ナイス！これで来てくれるはず。で、そのまま上で行きます。そんな感じで、野球めちゃくちゃ好きで、私野球めっちゃ見てるんですけど、なんかコロナの期間で今5000人が上限らしいんですよ。でもやっぱ自分ひいきが福岡なんでなかなか見に行けないんですよ。めちゃくちゃ見に行きたいじゃないですか。ただそれだけ見に行きたいよねって話。でもなんか東京ドームとかで今年交流戦ないんで、はい、毎年東京ドームの交流戦とか見に行くようにはしてたんですけど、2年に1回こっちに来るんで、もう今年がそれがないんでちょっとショックなんですよね、私。まあ、最悪徳田使ってもいい。赤松も止まって、でもいいから、野球マスは止まってきましょう。指立てが来ました。指立て止まってきます。はい。池谷、ギータ、寺岡、ギータで来ます。ギータで何がいい？何が来る？チャンスプラス2か、流し打ちか、カット打ちか。カット打ちとかいいんじゃないかな。か、流しか、流し打ちつか。流し打ちに悩ましょう。はい、ダメー。遠投使います。遠投で、遠藤使います。遠藤ですから、私。遠藤っていう名前なんです。遠藤使っていきましょう。練習試合が来ないな。前回練習試合放題だったのに。お、ギータ補給3上がり。すげえな。お、星がめっちゃあるね。めっちゃというか、2つ目あるね。新入生スカウト行きたいんだよな。中井くん勉強できない子なのか。3で止まってあげて、星止まりましょう。で、ここ5で行きます。12月の練習指示やっていきましょう。クリスマスです。クリスマス、みんな誰かと過ごしました？球速でいきます。球速、スタミナ、制球、もう今回テンポ重視でいきます。ここ、肩でいきます。走力、かんばらくん守備のまんま、補給、中井くん守備、パワー、川中くん補給、ギータ補給はいいや。ミー、パワー、菊池くん守備、以上。めっちゃくちゃテンポ速い。もうテンポ重視できます。サク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 ときます。テンポいいと守りもしやすいって言うからね。なんか微妙なのしかないね。前、体力回復がてらで上に行きましょう。徳田3つ合宿で控えてるのはめっちゃ良くない？で、ここも練習 CD 使ってあげましょうよ。どうせ消えちゃうしね。進路相談使って、スローイングとか使っていきましょう。パン屋さん占いし、ショップ店員。ショップ店員がいいな。あ、でもギータ絶対プロ行くわ。なんだろ、ドラフト1位で絶対行かせるわ。マネージャー、ナイスー、ありがとう。で、指立てかスローイングか。スローイングだな。最悪指立てはまだ使える。よし、ってことで合宿行きましょう。どんな感じの合宿だろう。めっちゃくちゃ特能ついてほしいんだよな。まだ、この白金高校編始めてから合宿で神合宿引いたことない。神合宿狙いで行きます。かんばら池谷大道なら、ここでいいんじゃない？あ、カチューンあるわ。カチューン つけに行きましょう。アルマテラピーで行きます。なんかついてくれ。つかねえ。もう一つ行きます。どっちがいい？どっちがいい？キャッチャーも狙えるし、ただこっちな気が、どっちも変わんねえな。こっちでいいや。もう、どっちも変わんねえ。おし、池谷牽制。それぐらい？もしかしてそれぐらい？
本当にそれだけしかない？やめてよー。はい、山北、今北、柳田、カンバラと。ここで行きます。なんかついてくれ。プルヒトがついて、攻撃消えるのも嫌だった。マジかよ。白木高の大道と。だったら、ここでしょう。特大を1個残しててもいいしね、最悪。白木くん、太平が決まる。白木くん、コンバートまであるんだよな、そうすると。外野コンバートとかいいんじゃないかな。ショートはもう最悪いい。中井くん、矢野っち。どうする？総合練習あるから、使っちゃうか。なんかついてくれ。中井くんあたりについてくれれば完璧なんだけど。中井くんどう？ダメかよ。なんか、激渋だね。激渋学院だね。新入生スカウト来ます。どこ行きます？でもちょっと投手欲しいよね。投手行きます。はい。投手。何？これは多分、はい。もう、なんとなくいいです。全体的に見ていくんだけど、投手って言ったらね、この野上くんめっちゃ強いんだけど。やばくない？これはやばくない？見ていきましょう。野上くんいきます。野上くんどう？よくなかった。いや、もうこれ、アイテム使おう。最悪アイテム使おう。ちょっと私、めちゃくちゃ興奮してる今。めちゃくちゃ強い選手いた。と、2位で止まって、クリスマスは絶対止まってあげましょう。18、19、20、21、22、23、24、多分土曜日だね。とりあえずこれでいきます。2、3、4、5。2だからやっぱ土曜日だね。土曜日でなんかいいの来てくれるといいね。マッチが通信ボール。いいね、通信ボール出すが。ここをあえて1で止まって、次感染でいきます。感染使って最高にいいやつ引けたら完璧。体力回復だったらもうドンマイ。私今ポイントがあるんですよ。最悪入れ替えます。どうだ？練習効率。ここで感染来たんだ。最高の練習引いてもいいよ。休みかーい。まあ、総合練習使おう。総合練習使って星に止まってあげよう。我らスターになろうぜ。全員でスターになろうぜ。あ、これもうスケジュール入れ替えます。で、1止まってあげて、感染って感じじゃないよ。スター星、スターでなんか来ないかな。スターがいい感じのスター、いい感じのスター来ないね。ってなったら上かな。占い師でなんか打ち気あたり来ないかな。打ち気ついてくれたらマジ完璧なんだけど。カンバラ熱血感なんだよな。火曜打ち切り、いいね、ありがとう。で、やっぱスカウト行きたい。職人。川中くん多分プロいけるよ。5止まります。2、3、4、5と。7勝2敗か。そう思うと結構勝ったんだな、今年。2006年。Happy New Year。大道くんだいぶ強くなってね。このままいけます。で、池谷くん球速。山北くん制球。寺岡くん肩50まで持ってこう。白木くん、外野にコンバートしようかなと思うんだよね、俺。まあ、走力上がったからね。いいよね。で、カンバラくん、守備、いいまで持ってきましょう。で、高野くんは、走力かな。で、中井くん、守備、いいまではやっぱ持ってきたい。と、矢野っち、パワー、いいまで持ってきたいでしょ。川中くんは、補給オッケー、守備だな、やっぱ。で、ギータは、パワーでいいね。で、菊池くんも守備。確か2月までだよね。スカウトできるのって。スカウトにまだ2回しか行ってないんだけど。スカウト行きたいわ、俺。お願い、スカウト行こうぜ。新入生の2月までだから、ちょっともうこれ使うわ。あの選手確定させます。投手が強かったとこだよね。投手育成、広島だね。広島に、あの化け物選手がいましたと。これです。行きます。野上くん、一緒に野球しようぜ。ナイスー。完璧。で、職人止まりましょう。なんか、いいやつ作れるといいな。冬休みが終わっちゃいました。私は永遠とバケーションを繰り返しております。やっていきましょう。バケーションいいよ、マジ。パワーアップと極みいいんじゃないかな。練習試合申し込み使っちゃおう。強豪と戦います。手分けで練習試合カットしますって思ったんだけど、スカウト来たんでスカウト行きます。どこがいいかな。みんなどこがいいと思う？1ゲームでも良かった選手いたよね、阿部日みたいな。どこだろう。守備か。今でもショートが欲しいよね。ショートが欲しいってなると、割と守備が重視とかいいかもしれない。内野手多いし。愛媛行きます。あー、ちょっと微妙だな。猛烈に微妙だな。なんかいいのいないな。際どい球もカットし粘るくらい。打席での迫力が他と違うってことは威圧感か。じゃあ、この選手で結構。まあまあならまあいいや。最悪、行かなくてもいいし。練習試合行きます。菊池くーん、かっこいい。勝てました。菊池くんのあのツーランが決勝弾でした。
やってきます。もうちょっとスカウトしたいな、俺。もうちょっとスカウトしたいんだよ。もうちょっとスカウトしたいから、もうちょっとスカウト引かして。ちょっともうちっちゃい数値でもどんどん使っていきましょう。あ、買ってまいります。ノックバット。で、機材も使ってまいりまーす。よし、そんな感じでどんどん行きましょう。3使って、最悪入れ替えしてもいいかな。まあ、2月までだからいけるか。2月までだよね。2月までってことは、までだから2月過ぎてからでも大丈夫だもんね。まあ、どんどん進んでいきましょう。甲子園だけ行きたいな。多分そろそろだよね、甲子園来るのって。電話来るよね、そろそろ。そろそろ来るよね。ここか、ここ25か26ぐらいだった気がしたんだよな。これ来た来た、どう、お願いお願い、トゥル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 、どう、はい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 、そうそうですか。いや、これダメか。うわー、来年行こう。いい選手スカウトして来年行こう。マジここで行けたらマジ動画映えしたんだけどな。まさかの奇跡がってタイトルにできたんだけどさ、まあ奇跡は起こらなかったね。まあ奇跡ってそう簡単に起こらないから奇跡でいいんだよね。まあいや、どんどん進んでいきましょう。なんかスカウトも引けないし、流れが止まっちゃってる気がする。スカウト引きたいな、そろそろスカウトしたいな俺。スカウト誰かさせてくんないかな。あ、そう、白木くんガイアコンバットしました、一応ね。カンバルくんナイス。カンバルくんここ上がったからもう特打使っちゃおう。2,3,4,5 で行きましょう。なんか、スカウトしたいな、俺。なんか、スカウトのやつくれる人とかいないのかな。なんか、スカウトとかスカウトとかくれそうじゃない。めっちゃ上がるね。この練習めっちゃ強いじゃん。本当はこれをクリスマスでやりたかったんだよね。まあまあ、しょうがない。そういう時もあるわ。川中くんの弾道も上げました。矢野くん弾道上げれたな。中井くんパワー3上がり。ナイスー。とりあえずこのニコレクション、ニコレクション行きましょう。ニコレクション。なんか、ニコレクションってよ、可愛くない？集まれ動物の森じゃなくて、肉まれ動物の森だからね。ナイス、スタミナドリンク。煮込まれってより煮詰まれか。煮詰まれ動物の森。あれ、煮詰まれ動物の森はいいんだけど、スカウトが引けないんだけど、多分それあの試験ぐらいまでしかスカウト引けないと思うんだよね。俺結構ニードがめちゃくちゃ細やかなく使ってってんだけどさ、もしかしてこれ、1月までしかできないとかいうオチある？まあ別にいいんだけどさ、いいんだけど、別に。エンデバーさんなんだけどさ、俺ちょっとスカウトしたかったんだよな。二人だけじゃちょっと、もうちょっとしたかったんだよな。まあいいや。今泉くんは、正規力。お、高野くん練習効率上がった。ダンベル止まって、あそこ、野球マス止まっていきましょう。3月の練習指示はカットします。よし、野球マスです。ここ勝って、野球マス勝って、しっかりとテンション上げていきましょう。もうちょっと今日、ちょっとテンション下がりまくってるから、いきます。大道、高野、いけたね。高野くんです。いや、威圧感ついてくれたら完璧。もう、威圧感ついてくれたらもう機嫌戻すよ、俺。はい。はい、卒業式です。誰かマネージャーアイドルになってくんないかな。アイドルになってくれたらマジ完璧なんだよな。いきます。見ます。はい。杉村くん、プロ野球選手です。赤石くん、占い師。板橋くん、スカウトいいね。プレゼント、俊介選手、プロ野球選手。黒田、勘兵衛がショップ店員。吉見大学生。能力見ますか。杉村くん。強いな、普通に。はい、俊介選手。これ天才です。まあ、天才にしては能力低かったね。甲子園一回見てないからね。で、神戸も、まあ、頑張ってくれました。みんなありがとう。よかったら使ってあげてください。はい。はい。はい。よかったら使ってあげてください。お願いします。そんな感じで、初めてのプロだからね。これでやっと赤とくが消せる。で、5が欲しいんだけど、5がないんで3でいいや。ほんと、ドカンって進みたかった。ここは練習効率上がってるし。今来ても遅いんじゃ。この4名。関係ねえよ、甲子園の抽選会なんて。行けなかったんだよ、甲子園。こんなに甲子園行けないの久々だよ。ホワイトデーなんてお返ししたことねえよ。なんだよ、ホワイトデーのお返しって。もう。あ、練習効率上がった。いいね。あ、でも練習効率上がってもここになっちゃうから意味ないのか。まあ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 。だからドカッと進んどきたかったんだよな。ここドカンって進みます。4で行きます。なんで野球部選手出てこないんだ？OB そろそろ出てきてもいいんじゃないか。 OB ちょっと冷たくない？監督にちょっと冷たくない？おーし、ナイス。トクラ取っときます。2でー。なんで占い師しか出てこないんだろう。占い師できれば止まってあげたけど。はい、ギター、エロ本王子ギター、エロ本王子誕生でございます。誕生つかまつる。この度は、白金高校にエロ風王子が誕生つかまつる。
てなわけで、4月入ったらやめようかなと思っております。4月入ったら、また次回以降、次回入学式からやっていきたいかなと思っております。よし、あ、野球選手いるね。野球選手とか泊まってあげたいな。次の年って誰だろう ?OB。2006年の OB って誰だ?まだまだ、ま、なんかわかんない。覚えつかないわ。なんかドカンと進みまーす。よし、4月の練習指示やりますか?やりましょう。おし、おー、道くん150キロ乗った。素晴らしいです。ここスタミナ上げます。C まで行きたいね。今泉くんもスタミナ、じゃスタミナじゃないや。球速150まで行きましょう。池谷も同じく。同じ。寺岡くんは、一回総力いきます。で、白木くんはパワー。神原くん、総力じゃない。パワー C まで行ったら総力。高野くんはもう、総力 C まで行った、C じゃねえ、S まで行ったなら OK。ミートで行きます。で、中井くん、パワー D まで行ったならいいね。総力行きます。で、矢野くん、パワー OK。ミートで行きます。川中っち、もうちょっと最近ちょっと、川中っちが良くなってきたわ。パワー OK。ミートで行きます。で、ギータも弾道4になりました。ミートで行きます。で、菊池くん、ここパワーでいいや。これで行きましょう。よし、そんな感じで、次回入学式からやっていきたいと思います。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。